ギター講師の武田です。アコースティックバージョンでビニールの曲のですねイントロをカバーしていきます。こういう風に押さえてると思います。中指が6弦の7フレット、人差し指が4弦の7フレットから2弦の2フレットまで、そして、薬指で3弦の8フレットを押さえてますね。これで、B7 となります。ルート、セブンス、メジャーサード、パーフェクトフィフスというインターバルですね。で、ただ実際自分はこっちで押さえてます。ちょっとこっち難しくて押さえられづらいので僕はこっちなんですけど、いつも人差し指が6弦の7フレットのルート、中指が4弦の7フレットのセブンス、そして小指が3弦の8フレットのメジャーサード、薬指が2弦の7フレットのパーフェクトフィフス。そっちの方がね押さえづらいって方もいると思うんですけど、僕はこっちの方で押さえてます。それでこんな感じで弾いてます。で、Fm7、 Fm7 はダイアグラムで今出てますけど、人差し指が5弦の8フレットが寝かせてます。これ制覇してますね。で、薬指が4弦の10フレット、中指が2弦の9フレット、こんな感じです。で、その後小指から13、11、中指、人差し指9で、人差し指また人差し指で6、これをこっちにしてもまあ別にいいんじゃないかと思うんですけど、このように弾いてるのをカバーしました。で、6、8、9、6、こんな感じですね。弾いて、どうなんですか、なんかこう、ただってやらないで、ここなんかチョップする感じで、コードをダラダラって感じ、こんな感じで弾いてると思います。で、4小節目が5弦の6フレット下に弾いて、スライドといって滑らすんですけど、小指から2弦の8、1弦の8をジョイントして11まで滑らしてます。3拍目から小指中で2弦の9、1弦の9を押さえて、人差し指が今度は8フレット2弦の8、1弦の8を押さえて7に戻って、中指で8フレットに押さえてます。カッティングが入ってからダウンで Am7 を押さえてます。これもさっきと同じように僕は人差し指6弦の4フレット、中指4弦の4フレット、薬指2弦の4フレット、小指3弦の5フレットと押さえてます。そして小指で1弦の6、8をスライドで、中指1弦の4、そして人差し指1弦の3、1弦の4、そして5弦の4フレットって感じですね。 D フラットっていうコードなんですけど、5弦の4フレットから人差し指寝かせて、薬指4弦の6から2弦の6を寝かせて、でこれをジャララーンって感じで弾いた後すぐ人差し指2フレットに移動して B になります。で、7小節目からコードがこのようにですね、 G のマイナー7、ラッパ5押さえて、そして Am7。 この G のマイナー7フラット5は言い方は G のハーフディミニッシュとも言ったりします。
中指6弦の3、薬指4弦の3、小指3弦の3、人差し指2弦の2フレット。ルート、セブンス、マイナーサード、フラット5ですね。で次、A フラット7、さっきのやつですね。次に A ディミニッシュ。これ小指で1弦のルートも押さえてます。で次に、マイナー7、6弦のルートからマイナーサード、パーフェクトオフィスルートって感じで3弦からこう寝かせます。5弦と4弦鳴らしてない B ディミニッシュ、でさっき押さえた A ディミニッシュ、そのまま7フレットにした感じ。最後2弦の8フレット、1弦の8フレット久しぶりでジョイントして、小指2弦の11、中指2弦の9、そして F マイナーを押さえます。で2回カッティング入れて、で6弦のこのルートの F マイナーを弾いて、でちょっと譜面ではないんですけど F マイナーを押さえてジャンジャンみたいな感じで終わってます。